サフィル・タイデルは、フランスタルヌ県カストル出身のサッカー選手。MLS ・モントリオール・インパクト所属。ポジションは MF。チュニジア系の父とアルジェリア系の母を持ち、同じくサッカー選手のニー・ナビル・タイデルは、チュニジア代表としてプレーしている。NHK では、テデールと呼称されている。2009から10シーズン終盤、リーグ、アンノ・グルノーブルで、トップチームデビュー。チームが、 リーグ2に降格した翌年は23試合に出場したが、グルノーブルはシーズン終了後に財政難によりアマチュア降格となり、2011年夏、セリエへのボローニャ FC と契約した。2012年1月、保有権の半分をヨベントス FC が持つことになったが、シーズン終了後に再びボローニャが全保有権を買い戻している。2013年8月20日、 インテルナツヨナーレミラノに共同保有で移籍が決定。2013から14シーズンには途中出場12試合を含む25試合に出場した。シーズン終了後の2014年7月3日にインテルがボローニャから保有権を完全に買い取った。2014年8月6日、ダニエル・オスバルドとのトレードでサウサンプトン FC に買い取りオプション付きでのレンタル移籍が決定した。 しかし、9月1日になって、チームの求めるレベルにないことを理由に、サウサンプトンが、レンタル契約を破棄したため、改めて、US サソー・ロカルチョに、レンタル移籍した。2015年8月31日、フルスのボローニア FC へ、買取義務付きのレンタルで2年ぶりに復帰した。各年代別のフランス代表に選出されたが、フル代表では、アルジェリア代表を選択。 2013年3月26日のワールドカップ予選、ベナン戦でアルジェリア代表デビューし、決勝点となる代表初得点を挙げた。なお兄のナービル・タイデルは、年代別のフランス代表でプレーした後、チュニジア代表入りを選択。しかし2006年のワールドカップでは、フィファの裁定により出場は叶わず、2009年になって、ようやく代表入りが認められた。 ありがとうございます。